今夜も妄想愛席食堂開店。ようこそ妄想愛席食堂へ。お誕生日おめでとうございます、阿部美穂さん。お誕生日おめでとうございます、田中裕二さん。阿部美穂って、阿部美穂がドエロなんだ。ドエロかったわあれ。あの俺らの知識って、うん、あのアウトデラックスのアウトデラックスのそうカウンターでセクシーな、そうそうそう、うん、それがもうなんか加えとったからな。なあ、うん、俺なんか受話器をそれっぽく加えてんのかなと思ったらびっくりした俺。で今回終わりだっけ。ということで旅人はモアイさんで、今日はね行きたいと思いますけども、そうですね、はい、まあ俺がね、なんか指示 してくださいっていう風にプロットを書いてくださいって言ったんだよね。そうね。そうそう。ほんで、来たのが、とりあえず聞いてみましょうか。ね。ね。たらわかるよ。ね。いやー、これ、先に言っとくと、昨日、ベロンベロンで、いや、ちょっとね、ありがとうねっつって、夜中の1時ぐらいに切って、その後撮ったんですよ。うん、なので、全く覚えてないんですね。なのでちゃんと順番通りになってるかもちょっと不安です。はい。じゃあいけで、言い訳タイム終わりです。じゃあ、あれだけやんないとね。妄想愛席食堂いただきます。いただきます。今回旅に出るのは日本のハロウィン会場。こっからかこっから撮ったんだ俺。さて今回旅に出るのはこの方。皆様ごきげんよう、メジロモアクインですわ。ちょっとごめんなさい。ちょっと待って。きつい。とうとう来てくれた。きつい。とうとう来てくれた。きつい、きつい、きつい。皆様ごきげんよう。きついよ。モアクインですわ。きつい。ちょっとハイボール飲ましてください。すごいな。ほんで、はい、ノートったのにハロウィン会場ない。いや一応台本でそうなってたから、台本というか、うん、プロットでそうなったから一応もうそのままやった。だからそっかそっか、うん、プロットを出した時はちょうどその時期だったから、うん、結構前やねもらったのね、うん、そうやっとやりましたよ私ね。いやーもういやなんだろう、寒いのにちょっと汗出てきたね。ハロウィンイベント会場なんですよ。イベント会場ね。そう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 。だけで。俺もプロット出したけど、はいはい。覚えてないもん、正直。うわお。結構、無茶ぶりっていうか、俺があんまやったことないのしかないっす。はい。この後出会う人も、割と、地獄です。覚えてないから、はい、楽しみなの、うん、だんだん地獄に行きます。はい。まあよかったら、多分ねこの見る限りね、うんうん、どうなってんだろう。10分ぐらい撮ったんだよこれ。とりあえず行きます。メジロモアクイーンさん、後で入れメジロマックイーンと間違いがちですが、メジロモアクイーンさんです。誰が何と言おうと馬娘的なやつですわ。皆様の頭の上にアデラがいっぱい出てますわ。私には分かりかねます。それでは早速ハロウィンイベント会場に向かっていきたいと思いますわ。もう耐えられなかったんだよね。なんだかふわふわしているモアクインさん、この先無事旅を終えられるのでしょうか。ってここがハロウィンイベント会場ですわね。そ
当に。おや、俺誰なんだよこれ。すいません、すいません。ちょっとやり方がちょっと俺寄りになってきてるよ。ナレーションを出して。俺こんな風にやってたんだって今思って。いやもう、まあ本当に酔った時って、うん、ナレーションを入れるっていう自分での確認作業に入るから。そう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 。そうなのよ、そうなのよ、もうだからこいつ大丈夫かなっていう、だから一回頭の中整理しないと酔っ払ってるからもうわけわかんないんですよ本当に多分、うん、ちょっと、うん、もう一杯飲ましてくださいあのねまだね音声始まって1分10秒だからねこの汗のかきをこれもう見したいぐらいはこれほんともう汗だらだらかいてるよ今本当にいやもうとりあえずこのハロウィン会場で待ち受ける人がいますので、はい、はい、これ書いてあったんだからね、いきますよ、はい。あなた何のコスプレをされてるんですか？あ、皆さんこんにちは、黒柳徹子でございます。黒柳徹子さんの徹也さんって言ってるしね。かしら？あなた白いの方ですね。私ずっとこの姿で、40年50年、ずっと芸能活動を行っております。あ、そうなんですね。ねえな、しかも。ご本人でございました、失礼いたしました。あなた可愛いわね。あなた名前なんて言うの？目白モアクイーンと申します。あれそうなの、面白いですね。いや面白いことは言ってないんですけどもあれそうなの、あ何お耳、はい何の徹子の部屋やそうそうそう、まあ徹子といえばこれかなって感じだったのかな、うん、あとちょっと前の徹子さんやねこれなんか、うん、もうこんな今早口で喋らないもん、もう、うん、一番若手芸人を潰しにかかってた頃の徹子さんやね。そうそうそう、まあ、今もある意味潰しにはかかってるんだけど、そうなの、うん、みたいなこんな喋り方だからちょっと違うなってあらそう、あら、わーすごいすごいっていう、なんかこんな感じ、本当はこうなんだけど、うん、それが出てこなかったんだろうね、酔っ払いもーちゃんは、モアクインさんは、モアクインじゃないよ、モアクインはでいっぱいいっぱいだから、いっぱいいっぱいで、鼻つまむだけっていうね、あえてほぼカットせずに絵だけつけます、今回に。いきます。なんてつけちゃって可愛いわね。あ、私ウマ娘的なやつ。あれウマ娘的なやつってなの？馬と娘が合体したみたいなやつ。あとね自分の設定ぐらい覚えときなさいちゃんとね。あ、申し訳ございません。あら、何？緊張してるの？あ、少し緊張しております。あ、じゃあ。はい、これ。え、これは、なんでございますか？金畑牧場の生キャラメルよ。ちょっと待って。はい。どっから出しよう。頭から。頭のことか。頭から出した。なんとなく想像ついたけど、そんなとこから生キャラメルを出すなよ。なんかちょっとボケたくなったのかな。徹子のターンが長い意外と。いやこの後がねもっとね地獄なそうここでなんとかしようとしたんちゃうかな。でこれプロその地獄が来たよね。うん、
まあ、もう少しで終わるからこれはね。あとプロットではね、ハロウィンイベント会場で黒柳さんから飴をもらうんだっていうんだけど、俺なんで生クヤメルって言ったんだろうねこれ。頭がベタベタするよ。ベタベタ。毛がいっぱいついてる。毛がいっぱいついてる。そのままで食べないと見てるからな、テツコはずっと食べるまで。ちょっと聞いてみましょう。なんか俺そんなこと言った気がするな、なんか。生キャラメルが頭の中から出てきたんでございますわね。そうよ。よく絡まずに出てきましたわね。私の頭の中は四次元ポケットと一緒よ。あら、そうでございますの。じゃあ、後でいただきます。今も食べなさい。今召し上がって。食べるとこ見せて。お願い。なんででございますか？いやー、もう。あなたも食べるとこ見たいのよ。あ、そうなの？あ、わかりました。じゃあ、ご本体や。あなたが食べるとこ見たいのよ。今食べて。食べるとこ見たいのよ。見たいのよ。見せてちょうだい。ありがとう。ありがとう。あなたの食べるところ見てほしい、見してほしいのよ。ね。自分の頭から出てきた。生キャラ。食べるところを見て、どう言ったんや。どう言ったんや。いや、生キャラメルっていうのはあんま冷やしすぎると固まってしまうので、温めた方がいいと思いまして。っていう感じで、わかんない。そんな設定まで作ったらわかんないよ。で、あれ。鳥の日だ。まあ、泥酔状態ということをね、加味してください。いやー、この後、ここまだマシな方だから。いただきますわ。独特な味がしますわね。あなたそれね、実はね、松屋になるのよ。プーなんとも持ち出すんですか。松屋になのかよ。見た目似てるけど、確かに。松屋。結構、何をしよう。松屋にを食わして。松屋に。松屋なのよ。しかも、モハクイーンって、何そんな芸人みたいな扱いをそんなのは若手芸人にやらせ、もう。だから頭から出てきた生キャラメル嫌なの。そうだよ。さらに松屋にだって、独特な味がしますのねってちょっと食うんだね、あとね。えっ、いいと思う。もう帰るんじゃないかな、わかんないけど。いや、結構長くいるな。あれ ?10 分のうち3分23秒いるぞ。おかしいな。終わるんじゃねえだろうな、これで。まさか。ちょっと行きますね。私、こんな扱いを受けたのは初めてでございますわ。あなた何？もう行っちゃうの？あ、そうなの。じゃあまた来週でございます。ルルルルルルル。あれが自分で言ったのね。お前が言うかい。番組にしちゃったじゃん。なんかまさにお前が歌うんかいっていう。妄想愛的食堂終わりです。徹子の部屋、徹子の部屋、徹子の部屋が始まりますよ。ラー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 で終わったのかな、わかんないけど。来週誰が来るんだよ、そこに。よ、本当に。2023年は、徹子の部屋で頑張りたいと。だってだよ。そんな毎週できるようなクオリティじゃねえ。スマップってとこにいらっしゃったのみたいな、そらくす。あら、そう、知らなかったわ。ごめんなさい。知らなかったことない。知らなかったことない。来たことあるしね。あら、そう、来たことあるの。あら、そう。あら、ごめんなさい。オーケーママや。喫茶店行きましょう。喫茶店に入りますわ。これもプロットですよ。すいません、はい、いらっしゃいませ。
私ここにいるんですけども、あれな、誰もいないしね、あれどこにいるだね、これね、すいません、ああ年寄りをびっくりさせちゃいけねえだよ。ずっといましたわ、ここに。あ、びっくりさせてしまって申し訳ございません。こちらで相席をさせていただきたいんですけども、いや別に相席することはねえですよ。いっぱい空いておりますからね。いや、相席食堂、妄想相席食堂っていう番組で、私、相席をしに来たのですわ。キャラを思い出したんだ。若干気持ち悪いやね、この人はね。それは私が重々分かっております。ちょっと、中の声が出ちゃってる。いやー、やだー、もう終わりたい、これ。笑っちゃってる。この専門家なんだね。じゃあそこでお酒飲んでる方のところにちょっと行かせていただいてよろしいでしょうか。まあ近づかねえ方がいいで。誰か覚えてますか、これ。あれ、すいません、目白もう一回いいんですわ。あ、誰よ。決してマツコデラックスではありません。私もよく分かっておりませんが、目白もう一回いいんですわ。すいません、あなたと相席をしたいんですけども、いや、今からマッチングアプリで出会った殿方とお会いする予定だからダメ。あ、そうなんでございますね。変わった。水木ってどんなんだっけって言おうとしたら、マッチングアプリの殿方しか出マッチングアプリの殿方と出てこんかったんよ。それしかそれしか出て精一杯の水木です。いやー、はい、ここで来たか。水木を言ったの覚えてたの。書いてあるんだもん。だってちょっと喫茶店 の、 しあの店主志村けんで相席相手リコリコの水木って書いてある。書いてあんのよ。いやー、これしんどかった。これはちょっとお名前のお酒ですね。泥酔だってますか、これ。そう、私しかこれ飲んじゃダメなんで、ごめんなさい、帰ってもらっていいですか。え、あれだけ不成立ですか。逃げたぞ、これ。あんた何笑ってんだよ。逃げたぞ、これ。じゃあ失礼いたします。え、逃げて、はい、またおかしいよ。コーヒー一杯で1万円になります。何も飲んでませんわ。ものすげえ足早いだね。ちょっと待て。早ない。分かんない。耐えられなかったでしょうか。早ない。もうちょいいけるかなとは思ったんだけどね。泥酔は私のお酒です。帰ってって。帰って。やっぱ考えがまとまらなかったんですかね、おそらくね。はあ、私お腹が空いてしまいました。いちごたっぷりのかき氷が食べたいですわ。これは覚えてたんだな。あのお店に入ってみましょう。1時になった時はね、和食屋さんですけども、うん、とりあえず入ってみましょう。失礼いたします。すみません。なんだろうね。こちらで、すみません、妄想相席食堂っていう番組で相席をさせていただきたいんですけども。相席するほど混んじゃいないよ。ちょっと待って、企画なの。ない、このマッチはね、ガラッガラなんだぞ。さっきも言ってたもんね。さっきもガラッガラ。水木しかおらんかったから逆が。うん、多分あれなの、全員土地を持ってんね。土地を持って全員、うん、そう、うん、
いろんなところに手順、土地を持ってたり、あれで、大企業、大企業の、あれですよ、中尾さんは、株式会社ネジネジで、もう大儲けをして、もう息子に、代を移って、もう順風満帆の、和食屋さんをやってるんですよ。きっとそう。うん、きっとそう。水木がなんでわざわざ、志村さんの喫茶店に自分の舞酒を。いや、任務じゃないですかね。で、お願いしたいですわ。じゃあ、そこなんかいいんじゃないかね。噛んだね。あら、なんだか。あそこダンダで目が細い方がいらっしゃる。目が細い、すいません、なんやなんや、コスプレや、コスプレおじいや、おじい言っちゃった、おじいじゃございませんわ、おじいじゃございませんわ、なんか失礼な方ですわね、なんやどう見てもおじいや、なんやこの店、ねじねじとおじいしかおらんそこはちょっと目をつぶっていただいて。はいはいはい。ネジネジは、お前分かってて入ったやろ、入ったな、多分。ネジネジはいいか。お前分かってたってや。そうな、多分店の名前もなんか和食中尾とかね、和食ネジとかそんなんやね。ネジ。和食アキラとかだね、多分ね。俺はどれも入らん。入らんな。いや、もう精一杯のノブをやっとんのよ。これで、ここでね。そう。なんとかおじいってよう言うなって今考えてやっとるんやろね。多分ね。いや、これ持つかこれ。持つか、どこまで行くよこれ。でもこの後まだあるからね、もう一個。この最後が一番ね。なんですか、なんやねん。ちょっといいですか、マスオさん。なんや、すみません、自分の友達やって言われ記憶なんですか、なんですか、なんですかはおかしいなと思って、すぐなんやねなんやねもう分からなくなっとる、これもうちょっと行きます。相席をしていただかないとこのあれが終わらないの、あれあれって何や、企画が終わらないので、一旦座るだけでいいのでお願いします。早く終わりたい、本当にお願いします。泣きよう、もうコスプレおじいが泣きよる、もう怖い怖い、もう座れ座れ、もうもう泣く、これで相席成立ですわね。なんでそんな息切れて。君はなんで息が切れてるの。あ、言った。んそろそろメンタルが持ちそうになりませんわ。ちょっと待って。中身が溢れてと。こんなうまい具合に、ワクイーンの時だけ。いや、しんどいよ、でも、あれだって、俺。いやいや、さっきめちゃめちゃ楽そうやんか。楽。アキラ、アキラ挟まんと、無理だと思ったんだろ。何やねん。もう、メンヘラコスプレおじいか。もう、わしゃ帰る、もう。帰られてしまいましたわ。相席相手に変えられてしまったモアクインさん、ちょっと公園に行くようですよ。はい、久々の登場ですね、ナレーション。もう全てが耐えられんかったよね、きっとね。いやしんどい、いやしんどい。この最後公園に行ったということはあれですね、はい、
あいつが出てきますよ、うん、なるほど。私はプロットで見てますからね、はい、いや出てこなければいいのにとは思ってますけども、いやあ、でもね、なんかね、今朝あの YouTube の履歴って見れるじゃないですか。あれ見たらちゃんとあの馬娘の動画を見てたね、うん、あ、もう言っちゃっただからほら、あのいちごたっぷりのあのかき氷とか多分言ってたんじゃね多分ってことはっていうことは、うん、ちゃんとできてんのかな、どうなんでしょうね、うん、ただ一番最後にですね、あの妄想愛席のあのまさやくんのゴルシの回を見てるんですよね。すごい昨日の2時半頃にそれを見とるっていうね確かに見る動画じゃない、そんなもんは。合ってたのかなと思って多分見てたのかな、分かんないけどいや絶対耳聞く、いやもう行く、行っちゃう、あと2分の地獄や。あんなところに、お、もう笑っちゃった。モアックいいじゃないか。今ここで練習をしてたんだぞ。待って。はい、私なりの殺しです。悟空じゃなくて。俺もう今悟空に聞こえた、ちょっと私なりの精一杯の殺しでございます。本当ね、初めて聞きますけど、ね、精一杯の殺し劇皆さん反応しましょう、これこれどうなって、いやー聞きたねえなこれ行きましょう、はい、あなたどなたですか。どなたっちゃって、お前こそ誰なんだ。私はメジロマックインですわ。俺はゴロシーらしいぞ。らしいっつっちゃって。若干の孫悟空さんでは、おめえぶっ殺すぞお前。やっぱりそうですわね。ちょっと待って。やったらダメ、やったら逃げたらダメ、逃げちゃった、逃げちゃった今ほらもうすぐぶっ殺すぞつっちゃったもうアイデンティティの親から、そっちやね、それのダメやからいや、一番長かったのが徹子や、徹子いやこれでもあと1分少々ございますね、何があるんでしょうねこの先ね、うん、悟空とモアクイーンのあの競争が始まりますんで、悟空や、わかんないからそないに悟空もやで、そないにやでちょっといきますよ、だから一応プロットにオチまで書いてあるんで、いきますよとりあえず。こういうのでごまかすなって言われてるんだ。ふざけんな、お前。ぶっ殺すぞ。完全にそっちに寄っちゃってます。あの、ウマ娘ファンに殺されそうなので、あの、そろそろ、私、あ、もうそろそろ、あの、レースの時間じゃないですか？台本見たな、今。見たな、今。ああ、そうだな。じゃあ、このままレースに突入だぞ。笑っちゃってんじゃねえかよ。そのままですね、笑っちゃってんじゃんゴールちょっと待って、あ、ちょっと待ってって言っちゃってる、ちょっと待って、このレースに入りデッドヒートを繰り広げるお二人いいやいちごたっぷりのかき氷にウイスキーをかけて、その後ウイスキーをストレートでいきたいですわ。何を言うの、何を言ってんの
勘弁していただきたいですわ。ちょっと待て。限界だったな。これ限界が来たな。もう NGC までそのまま入っとった。誰も、誰もいないのに、ごめん、ちょっと待って、つって。たぶんあの、うわおは、もう完全にマサヤ、マサヤ殺しやね。完全に。そうだね。俺がやってたやつだね。いくら飲んでも酔えねえ。今回、あれ、一番しんどかったかもしれないよ、これ。いやー。いやもうめちゃくちゃ面白かった。もうモノマネではないんだよ全部これだからさ。勢いもう全部もうでだってもうだって自分で疑問に思っちゃった。おめえも誰だっつって誰かわからんやつに誰だって言われてる。笑っちゃってる。この上ない自問自答よね。だからそう。なんか、わかんないけど、もう悪いですわって。いやいやこれ、これ回らんかったら俺浮かばれんよ。本当に。本当こんだけ頑張ってるんですよ、相方が。せめて聞いて笑ってやってほしいもん。うん、本当にお願いしますよ。頑張って編集するからもう本当うんうわーって言ってたら身を削ってます。それだけこれしかもクリスマスイブの深夜に撮ってるんだ。イブの深夜に撮ってるメンタルも削ってますね。え、ね、いやもういやいや、まあまあでもね、その前にですね、まさやくんのリコリコのやつが流れるはずなので、今の時点、おう、もう完成しよんのよ、あれ。しかもこれが流れた時にはもう終わっとんのよ、ね、終わってんの。一応、そのまま流すということで、これはもう編集して5分ぐらいにしてえんちゃうかな。短いえんちゃうかな。短い、うん、駒流さんでもえんちゃうかな。これ本当にカットのとこは田代のとこだけで、田代だけでいいかな。いいかな。じゃあちょっと田代だけカットで、田代カットで、田代カットなんて関係ないね。うん、これ新年一発目の妄想相席食堂です。そうですよ。スタートですよ。で、この後あるんですかね。この後。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。じゃあ今度の俺の回の中いい、うん、だから。おう。じゃあそうですね、はい、ぼっちちゃんを出してください。ぼっちザロックのぼっちちゃんを出してください。お願いいたします。ぼっちちゃん以外だったらパワーちゃんでいいですけど、チェーンソーマンの、はい、どっちかをお願いいたします。どっちも出すよ。じゃあ両方。だって今回のは、ね、全部聞いてもらったやつでしょ。だってそうですね、うん、いいよ、もっと出てくるんだろうね。じゃあ5等分の5姉妹と姉妹とぼっちちゃんとパワーちゃんも。なるほど。ご姉妹のところには上杉さんもちょっと言っていただいて。上杉もね。お願いします。もうこんなもんにしておきますか、ね。できる限りでよろしいございますので、よろしくお願いします。いや特に場所の設定とかはないですか。場所、そうですね。次いつかはちょっとわかんないので。わかんないですけど。そうですね。
そんじゃですね、YouTube のライブ特殊なところ来るな。あの YouTube の外配信を、誰かがしてる設定ですなるほどね、うん、誰かが YouTuber となっててっていう。あ、この中の誰かが誰かが YouTuber になっててそうそうそう、まあ、と出会っていくわけだそう、まあ主人公違ってもいいですよ。だから出てこればいいんでね。やりやすいようにしていただいてって感じじゃないですけどね。あの、まあ、まあまあ、あの、ゴルシでもいいですし。あの、殿下の宝刀の、あの、加藤さんでも全然大丈夫です。あれは取っておくと言ってたけども。年内とうとう出さなかったね。そうね。そう、うん。まあまあ。あれを出しちゃうとなんか終わっちゃいそうな気がしてる。じゃあ、ヒカキン。違うな。さすがにこれは嘘、これは嘘、これは嘘。これは嘘、これは嘘。YouTuber。これはなんか触れると怖いからやめよう。これは、うん、そう、うん、じゃあまああの、5等分の方々と、ぼっちちゃんと、パワーちゃん、パワーちゃんお願いいたします。はい、わかりました。お願いいたします。というわけで頑張ります。頑張ってください。お願いします。今思いつきで言ったからあれだけど、というわけで、妄想愛席食堂ごちそうさまでした。あ、しんどかった。ちょっと待って。